ージのレッスンの様子です。譜読みというのは、書いてある楽譜を見て、すぐにピアノの鍵盤を弾きます。はい、左手では、次に音程の練習をします。音程は書いてある楽譜を見て、何の、音の助けもなしに自分の声で正しい音程で歌う練習です。はい、ではここからせーの、ドーミードーに、ミの音でも何もつかないミの音、それから、フラットのつくミの音などを自分の声で正しい音程で歌う練習をします。